こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはウインナーとキャベツともやしの炒め物です。サムネイルはウインナーや炒めです。主食は釜揚げうどんというかうどんですね、酢うどんで、おかずはオムレツ、卵はもっと食べます。うどんはもう一玉ぬくめて食べます。はい、肝心の体重ですね、何キロか測っていきましょう。まだ稼いやんだけ食べてたら太りもしますよね。体重昨日と変わらずですね、 57.3、 体重 57.3、 体脂肪率 13.3、 基礎代謝 1340、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 47.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 57.3、体脂肪率 13.3、 基礎代謝 1340、 内臓脂肪レベル5です。サムネイルはウインナー野菜炒め、主食はうどん、オムレツ、これにもう一玉うどん食べて、卵も4つか6つ食べます。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございます。